ここ箕面駅なんですけども、なんかね青色のやつがあるんですよ。これなかったですよね。これ絶対指定席券売機のやつですよね。でもちょっと違うみたいかな。あ、でもこれで押せばいけますよね。お、すげえ、待って、めっちゃ進歩してる。すごい、箕面にまさかこれが使える日が来るとはね。お得な切符でさ、ね、多分あですよね、これとか使えますよね。青春ラジオチケットって、ラジオチケットでさ、まだ発券期間ではないですよね。アウザーフリーパスも、おー、すげえ、買えるやん、ものすごいな。わざわざ窓口に行かなくてもね、買えるっていうのは、ほんとすごいですよね。行き見をし、お、これすごいですね。これなかなか進歩してますよ。終わりになる。じゃあ、例えばどうしようかな。いやー、それにしてもね、劇的な進歩ですよね。まさかこれが箕面駅に着くとはね、っていう感じです。ただね、経由駅を同じの駅は発行できないみたいですね、切符。それを窓口でやらないとダメなんですね、やっぱ箕面駅。例えば、箕面駅。で、これ検索するとダメなんですよね、ほら。こういう一筆書き切符はまだまだ窓口で買わないとダメだっていうことなんですね。でも箕面駅から名古屋とか、まあ、そのぐらいの切符はこれで買えるっていうわけなんですね。いや、これほんとすごいな、まあ、そういうご紹介でした。本日の動画ありがとうございました。いやさね、箕面駅にさね、こんな指定席券だけなんてなかったもんでさね、ほんと、まあ、遊びたくなってしまうんですよね。もう10分ぐらいね遊んでしまいました。いや、結構面白かったです。ありがとうございました。指定席券売機が一つあるないだけでもこんなに違うものなんですね。そんなことを思うものでありました。本日の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録してあげると動画の励みとなります。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。